もう一回すいません。何度も聞いて申し訳ないんですが、その公安2年の10月12日に、大聖人様が、その、草木、はいはい。成仏、はい。されたものが、文字で書かれたお曼荼羅ってことになるわけですね。そうですね。その通りです。そうですよね。はい。で、そのこと自体を、草木成仏させれることの力を改元できるっていうことになるわけですよね。そうです。そうですよね。そうされますと、今の、その、これから、いただける、文字のその、お曼荼羅は、はい。今の日如聖人が、はい。改元されたものなんでしょうか。その通りですよ。なるほどですね。はい。で、その日如聖人は、ただ、一代で、脈々と、大聖人様から、日光聖人様、日目聖人様っていう、ずっとその68代目で、ただその人のみが改元されてきたっていう歴史ってことですね、じゃあ。その通りです。なるほど。その形はできない。であれば、うん、例えばその構成会にね、何に基づいて改元できるっていうふうな力を授かった人か、使ったかはわかりませんが、その構成会でいうその入信って言われる資格なのか何か知りませんけど、それを、その、こう、入信を持ってる人方が、改元してますっていう、しかも、その、総会名ですかね。もしくは、その、絵曼荼羅ですかね。それを改元したっていうこと自体、もうちゃんちゃらおかしい、ふざけんなって話になるわけですね、じゃあ。だから、とんでもないことをやっちゃってるってことなんですよ。なるほどですね。医者の免許がない人が手術してると同じことですよ。なるほどね。障害罪になるじゃない、それは。そうですよね。そう。障害罪をずっとやり続けてる連中が、まあ、立証構成外に限らず、そうやって改元っていうことを言っちゃってる連中全てですよ。っていうことですね。だから、人生が曲がってくるんだよと。ああいう傾向性が出てくるんだよと。なるほどですね。で、今の、その、ミドブの方は、何をご本尊とされてるんですか？あそこもむちゃくちゃですよ。本当に。本尊増乱もいいとこで、何を本尊にしていいか分かんなくなっちゃってね、今、人たちも。で、ミノブの本尊形式を、時々、まあ、ミノブ系の寺見ると、まあ、いろいろですけど、ざっくり言うと、中央に、妙法蓮華経っていう、まず、一塔が立ってんですね。一塔。塔。塔ってか、まあ、はい、一つの大号ですよ。何妙法蓮華経だったか、妙法蓮華経だったかね。はい。で、その左右に、釈迦と多宝仏が、の像が、まずいて。はい。そうして、さらにその、まあ、脇だな。脇に地菩薩がいて。はい。それで、手前に、日蓮。はい。くらい座像があってね。座像、はい。あ、それでその、塔の、また今度、寺によってはその塔の後ろに、はい。10階曼荼羅が壁の方には置いてあったり。10階曼荼羅って何ですか？ 10 階曼荼羅は要は、お文字曼荼羅ですよ。ああ、あのことですね。うん。はい。それは、誰がご改元されたものなんですか？一応、改元って言ってるのは、身の部のホッスだよね。その時のホスが、私が改元しましたよって言ってるだろうけど。あれですか、日光聖人を裏切ったお弟子さん方からの脈々ではないんですか？その通りですよ。あ、そこですか。身延に居座ったのは二光っていう、日に向かうっていう若手の、まあ、ものだったんだよね。ええ。で、これが松江が身延山だから、この、要は、六老荘を決めて、大丈夫にしたものが、次に日光を中心にやっていくんだぞって言ってにもかかわらず、そこから出てきた五老荘の中の二光が身延の祖ですからね。彼らはそれを第二祖と呼んでるわけですよ。あ、なるほど、なるほど。偽ホッスってことですね。偽ホッスに二祖から始まって、もうそこでもう何のケチ脈も改元のその秘義も何にもないくせに、
ずーっとそのまま伝わってったわけだ。大乗人が、最後までいたところだからっていうことで。うん、うん、うん。うん。なるほどですね。うん。はい、わかりました。それと、